眠れない。今は朝の7時、いや寝れてんじゃねえかとお思いの方もいらっしゃるかもしんないけれども、こちらのいちごちゃんは昼夜逆転生活4日目を終えたところです。このところ5時か6時くらいに寝て昼くらいに起きる生活になっている。まあ人体の構造上ね、太陽光を浴びた方がいいんだけどね。日光を浴びるとビタミン D が生成されて、それがカルシウムの生成につながったりもするから。だからいつもならもう眠っている時間なのに、眠くなる時間のはずなのに眠れない。殺し屋が集う裏社会カフェで怒涛の4連勤の後オペを手伝うというね、疲れすぎていると逆に眠れないやつかもね。やっぱりあんなことがあったからかな、かがりのせい、月影の鬼もつくんと俺が勝手に呼んでるね、愛するかがり。施設では血を目にするのは当たり前だったのに、月影に来てからそういうものとは無縁になっていた。月影は喫茶店の屋号ね。場所が変わっただけなのに気持ちも変わってきているのかもしれない。まあ気持ちって環境に左右されるからね。ここは月影はあまりにも普通だから。来ているお客様は普通じゃないけど、殺し屋とかばっかり。ここは施設とは違う普通の喫茶店だから。だからここで流血を見ることに違和感があったんだ。でもだって俺、どんだけ大事にしてる相手でも殺せって言われたら殺せるよ。それが仕事なら割り切れる。こちらのアモンさんの攻略ルートをやっております。やっぱりみんな裏の社会の人なんだ。そして私は施設から完全に逃げ出せたわけでもないから、そこは勘違いしてはいけない。まあ片足裏社会に突っ込んでますよねってことだよね。助かったなんて、もう大丈夫だなんて思わないように。まあ被害者側だけどね、いちこちゃんは。私はいつ施設に戻されてもおかしくないから、だからその心の準備だけはしておかないと。ただこの施設で実験体とされてきた目的とかは全然明らかになってないんだよね。さあ今日も明るく5連勤目ブラックロード。ああいちごさん、おはようございます。店長月見さん、本業は殺し屋。いやまあどっちが本業か分かんないけど、スイーツ担当が本業かもしんない。ペコリ、今朝は申し訳ありませんでしたね。こっちの仕事に巻き込んでしまって。ほんとだよ、かがりのせいで。残業代つけてね。でも助かりましたよ、ありがとうございます。かがりの口座から引き落としてください大丈夫です。そしていちごちゃんは筆談女子、こうやってスマホをかざすことで会話をしていきます。なら良いのですけど、無理はしていませんか？厳しいようでしたら今日はお休みでも構いませんよ。お、優しさきた。いいえ、本当に大丈夫です、働きます。まあツケもあるしね。わかりました。でも疲れもあるでしょうから、辛いようなら言ってくださいね。ちゃんと給料払ってくれてんのかね。あなたの体調管理もこちらの仕事です。月締めなのか日払いなのかわかんないけれども。コクリ、あ、そうそう、守るっていう話があったけれども、月見さんとイズナさん、この喫茶月影のメンバーでいちごちゃんを守るミッションを請け負っているんだよね。さて、それではそろそろ店を開けましょうか。じゃあ夕方ってことだね。イズナさんがまだです、遅刻か。イズナさんはそろそろ。ああもう来ました。悪い、ちょっと遅くなった。何やってたの？いえいえ、予定通りですよ。どうでしたか？これ仕事なんだよね。半径5キロで歩き回ってきた。こんなもんじゃね。ポケモン GO でもやってたのかな。いいポケモン捕まえた？異変はない、気づく範囲では。わかりました。では着替えて支度をしてください。この辺は共通ルートかな。5分くれ、足洗ってくる。裏社会から足洗ってくる。15分渡しますので
足を消毒してきてください。まあこれは文字通り足を消毒しろっていうことだよね5分から15分で裏社会から足洗えないもんね。どんな落とし前って感じになるし。かがりの傷は上半身がほとんどだったからほぼ血はついてねえよ。出なきゃ出歩けねえだろうが。ほぼでしょ。ダメですよ。完璧主義。ちめんどくせえな。めんどくせえか口癖。伊豆名さん何をしてきたんだろう一応今の会話の説明をしましょうか。この辺察しいいよね。昨日かがりさんがここへ逃げ込んできたでしょ。月影のお荷物のかがりさんですか。尾行がついていなかったこと、逃走経路にかがりさんの痕跡がないことは確認しましたが、目で見えない跡は残ります。あ、でも本当に血痕とか跡は残してなかったんだね。かがりのことは正直信用していないからね目で見えない跡？やらかしてばっかりだからね。かがり、匂いですよ。匂いというのは実に厄介でして、犬を使われればかなりの確率で居場所を発見されます。優秀だからねワンちゃん、警察犬とかそういうものですか？そうです、警察犬や軍用犬ですね。訓練された犬は下手な人間よりも優秀ですし脅威です。うん、人間では見えない世界を見てるからね。本人の体臭や服、そして靴などが地面につけたわずかな匂いから我々の隠れ家を発見してしまいます。動物の力。私は今回かがりさんに尾行がつかなかった理由がそれかもしれないと思ったんですよ。犬に追わせる気かと。尾行すれば反撃に遭う可能性がある。でも後から犬で追えば弱ったかがりさんの居場所がノーリスクで分かりますから。うん、なるほどね。ですから伊豆名さんには体臭を消しかがりさんの靴とズボンを履いて周辺をぐるぐる歩き回ってもらったんです。かがりの匂いを、体臭を撒き散らしたってことね。そうすれば犬は同じ場所を回ることになりますし、犬が回り出せば相手は犬がこちらを見失ったと判断します。かく乱作戦。ありふれた手なんですけどね。まあやっておくに越したことはないということで。なんだか地道な作業ですねそうなんですよ。意外かもしれませんがこの家業は未だにそういうアナログで体力勝負なことが多いんです。まあ結局は肉弾戦になっていくんだろうね。本当は雨でも降ってくれたら楽だったんですけどね、そう都合よくはいきませんでした。警察のドキュメンタリーテレビとかで雨で犯人の遺留物が分からなくなるという話をやっていたけど、あれって本当だったんだな。まあああいう感じのやつとか刑事ドラマとか結構現場とは乖離しているようなお話とかねあったりするみたいだけどね。では伊豆名さんも戻ってきたことですし開店しましょうか。係オープン。ああ疲れた。歩き回った後だからね。お疲れ様でした。たくさん歩いて大変ですね。そしてここでも立ち仕事だもんね。ああ歩くのは別に大したことねえけど、準備とかそういうのがめんどくせえんだよ。まためんどくせえ口癖。準備？こういう時は俺の体臭がしてもまずいし、血が直接俺につくのも感染症の警戒の意味でやべえから下にウェア着込むんだ。パッと見全身タイツみたいなすげえ通気性悪いウェア、匂い通さねえのが優先だから仕方ねえけど。あ、この話は他のルートでも出てなかった話かもね。全身タイツ、まあ、あとは加齢臭とか出ちゃったらこういうミッションもできないってことね。若いうちしかできない。おい想像すんじゃねえぞ。自分でも情けねえ格好ってのは分かってるからほっといてくれ。まあ伝わる世代限られていると思うけど、ストレッチマンみたいな感じかなうん、その上にかがりの服を着てるって感じか。でその上にかがりの服着てサイズ合わねえ靴履いて延々歩いて帰ってきて、それ脱いで全身消毒して、着てた服は全部小分けにして密閉して処分か消毒で完了と。ここまでがすげえ手間なんだよ。うん、まあ神経使うだろうしね。
髪の毛一つ余計なところに落とせない感じもするだろうし。本当にお疲れ様でした。おう、もう当分やりたかねえわ。かがりのせい、すべてはね。あと一応お前にも言っとくけど、これから当分常連以外の客は来ねえと思う。かがりのせいで？まあそもそもお前がここで働き出してから常連以外の客ほとんど来てねえけど。まあこれはいちごちゃんを保護したからっていうところもあるかもしんないね。これからしばらくガチで常連しか来なくなるはずだ。だからって営業時間短縮とかしねえけどな。まあここは喫茶店としての役割っていうところと、裏社会の窓口としての、まあ、窓口っていうか、まあ、ハローワーク的なお仕事紹介所的なところがあるんだよね。かがりさんの件があるからですか？やっぱりかがりのせいですか？そんな感じ。否定はしない。それと今日はお前、極力アモンとまつりさんには近寄んな。呼ばれても俺が代わりに行く。まあ、月影の人間ではないからね、敵かもしれない二人。ん？どうしてですか？かがりの件は月影の極秘事項だ。でもこういう業界だからな、耳の早いやつんとこには月影で何かあったって伝わってる可能性がある。まあ確かに彼らは早そう、情報。ノイさんやラキアはこっちに探り入れてくるタイプじゃねえし、白川さんはお前にゃんな真似しねえだろうが。ああ、お前にゃんってそういうことか。にゃんかしたんかと思ったよ。可愛いなと思ったら違うんだね。まつりさんとアモンはどうにかして何があったか知ろうとするはずだ。だからお前はあの人らには近づくな。アモンは俺が適当言って追っ払っとくから。できんですか彼は。追っ払うんですか？いちいち相手すんのめんどくせんだよ。まつりさんの対応だけでこっちは手一杯だ。でもアモンさん、昨日あんなに落ち込んでいたのに、喧嘩中だからね。なのにその昨日の今日で追い払うのってなんだか。なんか言いたそうだな。まあ関係があるって思っちゃうよね、そのことと。言いたいことがあるわけではないです。ないけどなんだよ。これある時のパターン。ただアモンさんが少しかわいそうに思えてしまって。かわいそう？まあかわいそうって難しいよね。ちょっと上から目線な感じもするし、使いづらいワードではあるけど、昨日アモンさんすごく落ち込んでいて、まつりさんは悪いのはアモンさんだと言っていました。アモンさん自身も自分が悪いと言っていたから、じゃあアモンが悪いわな。そうなのかなって思いますけど、でもアモンさんすごく反省していたように見えたんです。まあね、このイズナさんのプライドに踏み込むようなことを言っちゃったんだよね。だからかわいそうだって。不適切発言をしてしまいました。あのな、逆に考えろよ。そういう時はあいつだって俺の面見たくねえかもしんねえだろ。そういう感じではないと思うけど、個人的には。だからそもそも今日うちの店に来ねえかもしんねえ。そうなのかな。直接謝りたいって言ってたけどね。それならいいけど、でも来るでしょどうせ。もしアモンさんが今日イズナさんに会いたいって、会って謝りたいと思ってきて、それで追い返されたら、それはやっぱりかわいそうに思える。あのな、なんかお前アモンに感情移入してね。何か話したのか？敵かもしれない人物だよ。まあいちごちゃんはそうは思ってないかもしれないけど。深い意味がありそうな会話したんならちゃんと言え。こっちの知らねえとこで懐柔されてっと困るんだよ。守る立場だからね、いちごちゃんを。アモンは客だが、あくまで外部の人間だからな。内部事情を漏らされても厄介だ。まあこの辺がね、まあ今月見ルート、イズナルートをやった上でやっていますけれども、やる順番重要だよね。見え方変わってくる。内部事情は話していません。私自身のことも話していません。ただ彼は観察眼が鋭いから感づくところとかはあるかもしれないけど。じゃあなんだ、なんか聞かされたのか？
なんでそんなためらうんだよ。口説かれたとかそんなか。まあメアド聞かれたりとかはあったけど、まあこのスマホ通信機能は切られているからね。聞いたところで送れないんですけど。これをイズナさんにお伝えするの、多分アモンさんはすごく嫌だと思うんですけど。いいから言え。うちに保護されてる以上、お前には日々の報告義務があるんだよ。都合よく言うね。アモンさん、イズナさんのことかっこいいと言ってました。は？アモンさんに言われたこと細かく覚えているわけではないんですけど、イズナさんは努力してあがいていて、それがかっこいいと。イズナさんはきっといつかすごく強くなる。まあ、この辺上から目線感あるけど、その辺が溝を生んだんだけどね。努力して強い人間になれる。でもアモンさんにはそれができなくって、だからイズナさんが羨ましいって落ち込みながらそう言ってました。うん、この辺お互いがお互いそういう風に思ってるんだよね。ないものねだりというか、寂しいって。はあ、まあ、真逆の要素を持つキャラクターたちだからね。アホか。うちの店員に何弱音吐いてんだよ。あそこ？つーかそれ演技。ああでも、あこの辺はね、事情を分かっていると演技の可能性もあるかもっていうところはよぎるよね。はあ、でも多分違うだろうとも思ってる。分かった、本音の部分じゃないかと。来ても門前払いはしねえ、普通に接客する。お、そのパターンになるんだ。そんで少しでもおかしな素振り見せたら、その時は追い返す。ま、来ねえかもしんねえけど。まあ、確かにアモンさんルートで出禁にされちゃったら接点減っちゃうもんね。それでいいな、イチゴ。コクリ。はい。それでいいと思います。急に上から目線だな。ごめんなさい、そういうつもりではないです。まあ、文字で打ってるから誤解は生みそうだよね。真面目に謝んなよ、冗談だっつの。まあ、謝り癖があるキャラクターっていうところも一つポイントなんだけどね、このいちごちゃん。とにかくいつも通り店開けんぞ。まあ、そういうところを苦手に思う人もいるかもしんないけれども、まあ、このいちごちゃんの謝り癖っていうのが距離感を示す指標になっていて、だんだんこれが減っていくんだよね。ありがとうに変換されていくというか、その辺が距離感の縮まり具合を見定めるポイントになってきます。コクリ、18時。アモンさんが来るのはいつもだいたい20時とか21時とかそのくらい。あ、だいたい決まってるんだね。アモンさん、今日来るのかな。イズナさんの言う通り来ないのかな。まあ来ると思うけどね、アモンさんルートらしい。お、足音だ。祭りさんが来た。よくそれでわかるよね。え、私には聞こえないけど。さすが裏社会人間。こんにちは。こんにちは、祭りデラックス。ペコリ。本当だ、祭りさんだ。イズナさんってすごく耳がいい？それとも。よ、今日は来んの早いじゃねえか。まあね、様子見たかったし。様子とは？なんだよ。80点。まあ、かがりの件でしょうね、様子とは。何が？あのね、教えといてあげるけど、ちょっと消臭剤使いすぎ。血の匂い消そうとしたのはわかるんだけど、お店の匂いまで消えちゃってるから不自然だわ。うん、ただこの指摘の仕方っていうのが共通ルートとはちょっと違うね。アモンさんルートならではの切り口というか。そういう時はある程度のところで消臭やめて、あとは誰か怪我したことにでもすればいいのよ。でも80点ならよくない？そうすれば血の匂いがしてもおかしくないでしょ。その方が不自然じゃないと思うな。ご教授どう思う？でも普通そこまで気づかねえだろ。警察犬かよあんた。まあそういった意味ではイズナさんの歩き回った効果っていうところも試せるかもしれないね、祭り姉さんで。目と鼻はいいの、経験積んでるからね。 あ、それと
ああ、目もいいんだね。鼻がいいっていうキャラクターの印象はあったけど。なんだよ、まだなんかあんのかよ。入り口んとこでアモンがうだうだしてたわよ。ああ、来てんじゃん。は？アモンさんが？西の2番目の出入り口あるでしょ。私もそこから入ってきたんだけど、ゲートの前にアモンがいて、入るべきかどうかすっごい迷ってた。邪魔だったからどかしてきたけど。何やってんだあいつ。気まずいんでしょうね。昨日イズナ君に言い過ぎたからじゃないの。嫌われたかもって悩んでるみたい。割とあの子そういうとこ弱いのよね。仕事は超冷静にこなすのにな。まあオンオフを切り替えるタイプだよね。まあこの辺逆なんだよね。イズナさんは常にプロ意識を持ってるっていうタイプ。バカじゃねえの。まあだからこそ公私混同しすぎなんだよっていう話をイズナさんに向かってアモンさんは言ってしまって、それがなんか喧嘩の火種になっちゃったっていう展開です。そうね、バカね。でもなんていうのかな、悪いバカじゃないと思うわよ。勝手に座るからアモン迎えに行くでも締め出すでも好きにして。まあこれは迎えに行くしかないんじゃないかな。あと本日のケーキセットお願い。ミルクティーでね。持ってくるのゆっくりでいいから。かしこまりました。あ、でもあんまり係さんの件は掘り下げてこなかったね。それ以上にイズナとアモン問題ってことね。イズナさん、私アモンさんを迎えに行ってきます。アホ、お前にそんなとこまで行かせられるかよ。守んなくちゃいけないからね。でもゲートのところまで来てると言ってました。ゲートがどこなのかは分かりませんが、この月影への出入り口は何箇所かある。でもってどれも途中に認証ゲートがあるんだよ。こっちが許可した人間じゃなきゃそこは通れない。アモンはその認証ゲートの手前で迷ってるってことだろ。認証通れば来たことが通知されるから。だからイズナさんは気づいてなかったと。ちっ、ああもうめんどくせえ。あいつめんどくさすぎ。まあイズナさんか月見さんしか行っちゃダメっていうことなら、まあね、月見さんは店長だしイズナさんが行くしかないってことね。月見。はい。注文、まつりさんに今日のケーキセットとミルクティーでもってちょい玉つつかぞ。は？あ、はい。月見さんは今の話は聞いてなかったの？こういう時大抵ね、なんか聞き耳立ててるけど。端末？端末って何ですか？多分ゲートを操作する端末だと思うんですけど、厨房の端にあるんですよ。何に使うんでしょうか？ああ、そこは感づかない、月見さんでも。少しこの場を離れても問題ありませんか？いいですよ。何か用ですか？イズナさんの様子が気になるので厨房に行きたいです。それは構いませんが、では端末そのものは触れないようにしてくださいね。あ、そんな危ないの？いろいろ細かい設定がしてありますので、下手に触るとおかしくなりますから。まあでもそこはイズナさんが許さないでしょ、どっちにしても。ココリ、イズナさんは、あ、アモン、イズナ通信機能があるんだね。そっちに向かって喋るケースなんかあんま見なかったけど。そこでうだうだしてんな、うぜえんだよ。来るなら来る、来ねえなら来ねえではっきりしろ。なんか怒られて呼び出しされるみたいな感じだね、校内放送みたいな。いや言っていいのかなって。にゃんかしてますよ、イズナさんは。なこと知るか、てめえで考えろ。にゃんにゃんしようぜ。これでいいんだ。これでいいだろう、あとは知らねえ。ありがとうございます。なんでお前が礼言うんだよ。お前アモンと関係ねえじゃん。いや、これアモンルートなんで。わかりません。でもお礼を言いたくなりました。あのさ、お前アモンに肩入れしすぎんなよ。これはイズナさんとしては優しさなんだけどね。肩入れ？うちの業界は、
それなりに殺伐としてて、現在の味方が1分後の敵とか、そういうことも少なくね。ああ、この辺うまく真相を明かさないように説明してくれる感じ、優しいね。今うちに来てる常連もいつ敵に回るか、いつ殺しの対象になるかはわからない。まああくまでもかもしれないっていう話で言ってくれてます。客は客、それ以上でも以下でもね。そういう風にちゃんと割り切っとけ。まあこの考えは大事になってくる、自分を守るためにも。出ないと、なんかあった時に釣れぞ。うん、なんだかんだ情がわかる男なんだよね。まあ気づいちゃうからこそ苦しいんだろうけど。こんにちは。いつもの元気はないけど、アモンルートなのにあんま出てこなかったけど、まあ今回時間的にここまでにしようかな。なんかイズナルートだったのかなっていう感じがねする内容だったけれども、まあにゃんかしたイズナ会ということで今回はここまで。まあまた次回ね、楽しみにお待ちいただければと思います。まあきっと仲直りはできるんだろうけど、まあ今までとは違う展開の仲直りが予想されます。どういう感じになるのか。まあアモンさん側につくっていう展開だからね。まあこのアモンさんがスパイ疑惑があってっていうところなんだけれども、その辺がどういう感じで掘り下げられるのかも注目です。そんな感じで引き続き男性目線で彼の気持ちを紐解く乙女ゲーム実況チャンネルとして引き続きやらせていただきます。お気に召した方は高評価とチャンネル登録いただけたら嬉しいです。いつもご覧くださっている方もご覧いただきましてありがとうございました。また次回もお待ちしております。